さんごきげんよう、カエデジョアヌーベル役の伊沢美香子です。皆さんごきげんよう、ミリアムヒルデガルドフォングロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクト、アサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。はい、春眠暁を覚えずなんて言いますが、何かと眠くなる季節ですね。いや、私台本読んでるだけだしね。いいんですよ、その話してもいいんですけど、多分今ご覧になってる台本、それ来週だちょっと待って いいんですよ、オープニングフリートークだからいいんですけど。いや戻ろう、これはなかったことにしよう。はい、じゃあ行きまーす。みけちゃん、先週の火曜日ね、あのみけちゃんと一緒になんで笑ってんの。なんで突然笑ってるの、どうしたのね。ラスバル放送局に出演してましたね。違うの、あのね、なんで私が笑ってるかっていうと、私も同じ台本見てたのだから、あ、やばい、台本違う、変えなきゃと思ったら、かりんちゃんが、いや春眠や暁を覚えずとは言いますがって言ってた。相変わらず2人で同じことしてるなと。ちょっと面白くなっちゃった。はい、まあまあまあ、来週はもうさ、このことはすっかり忘れて同じことやろ。新しい気持ちでね、趣味暁を覚えてはいます。いやでも本当にさ、すごくてさ、あのラスバル放送局の話もしたいけども、はいはい、けど今日もね、かりんちゃんと服装が被るっていう。そうなのよ、どうしてなんでこんなに行動が似通るんだろう。今日ね、なんか2人とも上が薄手のニット、はい、で水色ベースで、はい、でかりんちゃんはなんだろう、ワンピースというか、なんていうの、みたいな感じ、なんかオフホワイトっぽいの着てて、私はこの同じ素材の同じ色のスカート履いてる。どうしてじゃあすごい、前もさ、なんかあの黄緑の服かぶったりさ、なんかコートが一緒な色だったりさ、不思議だよね。しかもさ、なんかさ、こう最近買った服で全く同じワンピースとかだったらわかるけどさ、今のこのシリーズのね、流行りネットよねとかじゃないのがやばいよね。いや、なんかさ、ちょっと外しててさ、このペコちゃんとポコちゃんみたいなさ、なんか対になる感じだからさ、なんか合わせてよ、一回合わせてないんですよ、私たちね。すごい、ちょっと分かんない方はこのサイトの方で写真ご確認いただければと。そうですね、よろしくお願いします、はい、ということで今日も息を合わせて、はい、やっていきましょうね。じゃあラスバル放送局のお話に行きたいんですけれども、はいはい、メールをいただいてますのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム本風さんからいただきました、ありがとうございます。みけちゃん、かりんちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日ミルダムで配信されたラスバレ放送局を視聴しました、リリー役のピーちゃんとカエル役のミケちゃん、2人で新情報を紹介されていましたが、定期的に行われるピーちゃんのニャン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 の癖が強すぎて大爆笑でした。笑。あのあといい処理法は見つかりましたか。だって、いやー、ありがとうございます。何が起きたんですか。なんかね、楽屋でピーちゃんと喋ってた時に、いやピーちゃんほんと可愛いねって言ってて、でなんか写真チェックした時も、ピーちゃんの写真も見たけど全部可愛いよっていう話をしてたら、急に赤尾ひかるさんがなんか、何の前触れもなく、なんか手をこうグーにして、猫の手にして、なんかってやりだしてで、なんか私は楽屋では初めて聞いて笑っちゃったの。いやどうしたんだよそれみたいなこと言って、じゃあもう面白いからそれ本番でやろうよそのノリってやったら、始まるじゃないですか、こう、ラスバル放送局って言って、赤尾ひかるですこんばんはっていきなりやりだして、でじゃあ次ミケちゃんみたいな感じでしたから、え、わかんないわかんない、処理方法わかんないって言って、で結局その放送中に多分5回ぐらいそのニャ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 をやる流れになったんだけど、5回ともうまく処理できなくてなんかはいってことでねみたいな感じでピーちゃんを軽滑りさせて終わるっていうそうだからね、これほどあの夏吉優子に会いたいと思ったことはないなっちゃんならこのニャ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 をどう処理するんだろうそう、ちょっといつかお夏の前でやってほしいね。あ、そうだね、プロに聞いてみたいですね、はい、いや面白かったな、面白い。ツイッターにも載せてたもんね。あ、そうそうそう、あのブレてるやつそう、いやなんかね、ほとんどフリートークしてるぐらいの感じで、まあ情報こそあったんだけど、なんか和気あいあいされてめっちゃ楽しかったので、
ね、いや、いい回でしたよ。面白かったですね。はい、ということでね、あのラスバレの方もねバージョンアップしてまいりますので、はい、ぜひプレイの方も楽しんでください、うん、それでは始めていきましょう。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、訓練開始。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。改めましてごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。はい、ということでね、はい、あの、はい、オープニングでもラスバレの話しましたけども、はい、シナリオイベントアーセナルジェラシーが始まりましたね。それみんな思ったやつですね。私たちも思ったよね。ね、収録台本もらった時、この間ノーブルリリーレポってやったんだけど、あれリリーレポって、ね、ありがたいですけどもね、はい、ありがたいですね、うん、そしてまたね、あの予告みたいの見たんですけど、うんうん、もゆさまなるほど、やらかしてましたね、またもゆ様がね、はい、そういうことですね。いや、なんかでもちょっとエイプリエルフールイベントもぶっ飛んでましたけど、うん、またこのミニイベントもちょっと世界観がぶっ飛んでるというか、そうだね、なんか無人島みたいな、ちょっと何でも何でもありな感じになってきましたね。ちょっとね、うん、我々のこの収録の段階ではまだプレイできてないので、ね、そうだね、まだ分かってないですけど、謎が多いですけどね、はい、うん、楽しみにしておりますよ、ね、わちゃわちゃしてゴーゴーリリーが似合う感じのイベントになりそうです ね、はいはい、ミリアムのメモリアの名前もゴーゴーミリアムだったし今度こそゴーゴーリリーが流れるんじゃない。前回のさ3人のイベントの時違かったもんね。違った違った、 BGM ね、うん、多分 PV かなんかがゴーゴーリリーだったかな。あ、そっか、うん、から多分きっと、じゃあ今回は、うん、ついにゴーゴーリリーイベントかかるんじゃないですかね。いいですね、楽しみですね、はい、ぜひメモリアもゲットしてください、はい、さあということで、じゃあお便り参りましょうか。はい、はい、ということで、ラジオネームてっぺいさんからいただきました。ありがとうございま す。伊沢さん、高橋さん、ごきげんよう。ごきげんよう。初投稿です。はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。先日発売されたバイスシュバルツアサルトリリープレミアムセット、うん、1万セット限定販売なので手に入れられるか不安でしたが、無事手に入れることができました。 おめでとうございます。グローイングの時のイラストの一つや柳体が描かれたボックスやカードケース、アサルトリリーのエンブレム柄のスリーブ等、どれも使うのがもったいないぐらい素敵なものばかりで嬉しい限りです、うん、そして何より嬉しかったのはランダムで2枚封入されている PR カードです。なんとゆゆ様とリリさんの2人が揃って出てきてくれたことです。以前トライアルデッキを買った時に偶然にもゆゆ様のホロサイン入りカードを引き当てたこともあり、ゆゆリリ2人キャラ構築のデッキを組みたいなと考えていますので、とても嬉しいですといただいております。ありがとうございます。あのグローウィング柄のね、うんうん、カード、あー素敵ですね。はい、ゆりちゃんもいる。ゆりちゃんもこう春らしい爽やかな感じですね。かわいいね。かわいいですね。やっぱこのグロウィングの色味ってちょっとなんか淡いからさ、うん、このアサルトリリーの絵柄のこの柔らかさとよく合うよね。うん、本当だよね。ね、あ、ミディアムとマイ様も今ありますけど、かわいいね。二人はもう口を開けて笑ってますね。あ、このポーズってもしかしてこのカードのポーズって？リアルカードのポーズは、うん、なんだっけ、グロウィングの曲の時のね、うん、あのライブで。テレレ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 レの時ね、ドゥ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 の、あそこがね、なんかフリーでポーズやってくださいっていう振り付けだったんだけど、かりんちゃんはまさにこのポーズを、そう、ここから撮りました。頭の上でピースを横にやってるやつ、なんて言うんだろうこのポーズ、見たことないんだよなこのポーズ。なんか指を平行に、腕を平行にして斜めにしてピースするみたいな、あのフュージョンポーズの時です、の途中みたいな、ピース。確かにこのちょっとどんなポーズが気になる方はぜひ確認してゲットしてほしいですね、はいはいはい、お願いします、はい、では続いてラジオネームティラノさんからいただきました、うん、ありがとうございます。みけちゃん、かりんちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。 ごきげんよう。私は運試し感覚で缶バッジなどのブラインド商品を購入するのが好きなのですが、ほうほう、なかなか推しには出会えません。わかる。でもミリアムさんは毎回必ず出てくれます。その次に楓さんが出ます。おお、わしを押すのじゃとミリアムさんに言われているような気がしてきたので押し増しを考えています。笑、
お二人はそういったグッズを買うことありますか？また引きはいい方ですか？リリーデンのレアスキル缶バッジもフェイズトランセンデンスとレジスタでした、すごい。あ、写真もつけて送ってくれてますよ。ありがとうございます。本当に、素晴らしいほどミリアムと書いてたねしかもあのなんか違う種類がいっぱいじゃなくて、同じ種類も何個もミリアムとカエデがあるっていう。いや、だからこれ以上にきっとね、まあたくさん回数引いてくださってるんでしょうけど。そうだね、ありがとうございます。その中でも特にミディアムとカエデが出ると。わあ、ほら、こんなに出ちゃったならあれだね、ミディアムとカエデであの板場みたいの作ってほしいやってほしい、ね、ラジオガーデン板場を作ってもらってラジオガーデンチーム推し、はい、顔文字コンビでね、顔文字でいいですね。お願いしたいですね。ですね。ねえ、みけちゃん引きはいい方？結構さ、ほらラスバレとかもさ引いてるでしょ。私ね、何も考えてない時はめっちゃ引き、だからそれこそノーブルリリーもさ、あの楓さん引こうと思って楓さんだけ引けなかったり、逆によし石溜まったぞ回すぞって時は出ないけど、なんか無料ガチャの方はめっちゃ金色みたいなとか、なんか何も考えてない時が当たる。あら、かりんちゃんは？私は、執念で引き続けるあ、分母を大きくするってことですね。いずれ当たる、いずれ当たる、あの出れば 100% だからガチャは今までのはリセットされちゃうんですおもろえ、でもさ、リアルガチャガチャをかりんちゃんと回したこともあったよね。あ、そうだね。そう、あのなんかししゃも猫っていうキャラクターがいて、そのなんかうぐいす色の猫が私が欲しくてね、回し続けたんだけど出なかったんだよね、結構いっぱい回したよね。そう、紫紫黒緑みたいな1個みけちゃんにもらいました。あ、そう、紫紫ミリアムカラーをねあげたりしましたけど、やっぱ欲しいのがあると引けないですね、全然。あ、じゃあ、やっぱり物欲センサーっていうやつがねあるんですね。出てるんだと思う、殺気みたいなものが。じゃあ多分なんか無の境地になって引かないとだね、ガチャを。そうだねでもそれも悲しいけどね、来いって言ってきた時は嬉しいよね。わーってなるもんね。そうそうそう、無で出た時はあーまあまあやっぱりまあまあまあみたいななる。わかる期待したくなっちゃうんだよね、ついついね。ついついね。いや、でもまあ結論としてはね、このティラノさんはね、とにかくラジオガーデンチームも一生懸命応援してもらえると嬉しいです。そうですね、はい、はい、ぜひ押し待ちしてください。ぜひ、嬉しいです、はい、よろしくお願いします。さあ、では続きまして、はい、ラジオネームわたわたさんからです。ありがとうございます。みけちゃん、かりんちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。舞台アサルトリリーリーグオブガーデンズ、アサルトリリーザ・フェイトフルギフトのブルーレイ予約できました。おー、ありがとうございます。情報が出てからずっとまだかなまだかなと心待ちにしていたので、予約が解禁された瞬間に予約しました。おー、今から見るのが楽しみです。そして来年の舞台の千秋楽公演にはアサルトリリ沼に引き込んだ友達と絶対に行きたいので、当たるよう近所の神社で100度参りをしに行きたいと思っています。えとのことですよ。あれ、行って戻ってってぐるぐるするやつだ。あ、なるほど。びっくり、当たってほしい、当たってほしいけ けどみんな当たってほしいからな。そうだね、この願いは叶わない願いですけど叶わない、叶わない確定でもだってこの心意気がすごくない？予約なんて正直いつしてもいいじゃん。確かに、締め切りギリギリにしてもさ、確かに初日にしても一緒だけど、忘れないように初日にしてくれてるっていうのはありがとう、ありがたい、嬉しいですね、はい、楽しみにしててください、ね、5月26日水曜日に発売です。もうちょっとですね、はい。いやでもさ、ちょっと恥ずかしいっていうかさ、まあ、今まで無料公開みたいので、YouTube のさ公式チャンネルで無料公開みたいなのあったけど、そんなずっと長い期間見れるわけじゃなかったじゃん。そう、ね、DVD ブルーレイになっちゃったらさ、あのいつでもさ、みんなが見たい時にさ見てさ止めて見てさあーってできるわけでしょ。できちゃうよ。やったー。私さ、アニメだとさ舞台と全く同じセリフとかもあったからさ、聞き比べたりもできちゃうわけだよ。確かに、やだってなんかちょっと恥ずかしい。まあわかる、ちょっとね恥ずかしい。なんか舞台ってこの1回でやるからね、うん、なんかこの勢いで見てわすごいっていうのもあるけど、うんうん、今日は途中から見ちゃおうとかエンディングの挨拶見ちゃおうとかもできるわけでしょ。そうだよね。ちょっと改めて恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいですね。いやけどね、まあいつでも、そしてね、まああの画面のサイズも気にせずにね、スマホでしか見れなかったっていうことも、大画面で見れたりね、
どっかでこう借りてシアタールーム借りて見れたりもしようと思えばできますのでね、うん、ぜひゲットして楽しんでください。はい、お願いします。では続いてラジオネーム石るきさんからいただきました、うん、ありがとうございま す。みけちゃんかりんちゃんごきげんよう。今年はお台場の舞台や一つ柳隊のミニアニメ等々アサルトリリーがますます盛り上がる年となるので、うん、今から期待で胸が膨らんでいます、うん、胸が膨らむといえば今年の春の大学入学に合わせて、うん、私は一人暮らしをすることとなり大変心を弾ませております、うん、不安もありますが毎週のラジオガーデンを希望になんとか命感じて生きていこうと思います。お二人は今年の春から何か新たに始めるもしくは始めたいということはありますか、ということで。いやありがとうございます。すごい、はい、今までラジオガーデンでいっぱいメール読んできたけどさとりわけ綺麗な美しい文章だねお手本のような胸が弾むといえばっていうブリッジを使って新生活が始まりまし て素晴らしいメール。しかも最後も質問で投げてトークが広がるように、うん、終わらせてくれて、ね、いやちょっと素敵なメールすぎてびっくりしちゃいましたけどそこ早く答えたい気持ちは山々なんだけどつい感心してしまっていや素敵な文章だったから、こんなしっかりしてるからさきっと大学もね、うん、楽しくハッピーに過ごせると思いますよ。そうですよ、命感じて生きていってくださいよ絶対大丈夫、もう不安もありますけどって書いてありますけど ね大丈夫ですよ。いやこれだけちゃんとしてる方なら絶対大丈夫じゃあ質問に答えてあげたいと思うんですけどそろそろうちらがすごいたどたどしかった今年の春からなんか新たに始めるもしくは始めたいことはありますかって。私はなんかやってる今ね、あの別のラジオではちょっと話しちゃったんだけど、うん、このアサルトのライブを終えて自分の体力のなさを痛感したので、うん、自分の体作りを始めてます。えらい。そう、あの夏には兄様も控えておりますので、で舞台もね来年あるけど、まあ一回鍛えよう鍛えようって言って鍛えてないじゃないですかいつも、はい、で、うん、腰痛めたりとかしてるからまあねそうだから健康的な食生活に気を使って食べるリズムを気をつけたりとかして、あとは毎日ちょっと踊ったり運動したりとかしてるので、まあ少なくとも夏の兄様までは続けたいなって思ってます。えらい。あら、私はもうジム、うん、お休みしてたよずっと、はいはいはい、こんなご時世ですから、まあね、そろそろ行くか行くか兄様だし行くか行くかって思いながら毎日ダラダラしてテレビ見てます、うん、いやでも待って、あと何ヶ月ある、もうあと 2,3 ヶ月ぐらい。そんな8、でも8月だもんね、ほぼ9月だから9月8、7、6、5、4だから5ヶ月5ヶ月ないぐらい。どういう数え方それ今4月だから 5、6、7、8、9 私大したんだから4ヶ月だよ4ヶ月ちょっとぐらい、まあ8月末だもんね、うん、だからそんぐらいだからまだいけるよ。だってあと3ヶ月あればだいぶ体変わるよね、うん、3ヶ月鍛えれば。そうだね、だからそうだね、そういうことです。じゃあ頑張るか、頑張るか。そうだね、さこのさちょっと石るきさんに負けないぐらいさ自分を律してさ、うん、そうちょっと清く正しく、そうだね、気強く生きていきたいと思います、はい、これからもラジオガーデンは清く正しい生活を心がけますはい、たくさんのお便りありがとうございました。皆さんからのメールお待ちしております。ではここで一曲をお届けしましょう。アサルトリリーラストバレットより一つ柳隊でエーデルリーディエラストバレットミックス。何気ない日常は窓辺に寄りかかる静かな木漏れ日のようで、あなたの住んだ目に時さえ奪われ、心は燃えて燃えて熱くなるの。誰かのために戦うってこと、それが全て。
とって出撃するタイミングなのか、まだ待機するべき時なのかの判断はとても重要です、うん、このコーナーでは皆さんから迷っていることを送ってもらい、どちらがいいのか私たちから指令を出していきます。はい、最近はねアサルトリリーのイベントやゲストが充実していたので2ヶ月ぶりになってしまいましたが、たくさんメールをいただいていますのでご紹介したいと思います。あとね、前回指令した方からの反響をいただいてるので、はい、紹介をお願いします。はい、ラジオネームゆうじさんからです。ありがとうございます。以前ラジオを購入するかどうかで、出撃と指令されたので比較的安めのラジオを購入しラジオガーデンを聞いていました。うん、おそらく学生の時以来に触るラジオで置く場所に悩んだりチューニングの微調整だったり体を離すと雑音が多くなったりと四苦八苦しながらベストな状態で聞ける位置を確立し、よしそろそろ事後報告を送ろうと思っていたところにまさかの地上波終了のお知らせラジオガーデンの視聴に、あまり活かせなかったのは残念ですが、ラジオの購入自体は前々から悩んでいたのでこれをきっかけに購入できてよかったと思います。おお、いいですね、いいですね、素敵。いや、まあ一旦ねグローイングは終わったけど、また返り咲く可能性だってなきにしもあらずですから。確かに、そうですよ。そうだ、もうね、これが無駄になったとは言わせないですよ。そうです、我々もまたね、はい、手話やったろぜってなれるぐらいの気持ちで頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。 TBS ラジオを聞いてくださいとにかく聞いてれば急に再開するまではお願いします。お願いします。では悩める皆さんからのメールをご紹介しましょう、はい、ラジオネームよっちかずさんからいただきました。ありがとうございます、うん、初めてお便りを送らせていただきます。私は普段メガネをかけているのですが、先日職場の女性からコンタクトにした方が絶対かっこいいと思うと言われました。これはその女性を信じてコンタクトにするべきでしょうか、それとも今まで通りメガネのままでいるべきでしょうか、指令願います。いや、これはむずいね。むずいね。むずいよ。だってさ、鵜呑みにしてさ、コンタクトにしていってさ、あみたいな顔されたり、ある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 。そう、しかもなんかさ、このどう変えたよ触れてと言わんばかりに取られちゃうじゃん、その女の子からしたら。確かにね、なんかあ本当に変えてきたよみたいな、あって思われても嫌だし、いやもしかしたら本当に女の子はそう本心で思ってる可能性ももちろん半分あるから、距離感によるね。そう、この職場の女性との事例で言ってたかもしれないけど、本当にそれをこう切望しててリクエストしたのかもしれないし。確かに、これどう、難しいな。話の流れによるよね。確かに、あと関係性とか、関係性、なんか冗談言い合えるような仲とかで、いや本当に思ってるよみたいな本音を言ってたのか、うん、なんかいやそれも素敵だと思いますみたいな、うんうんうん、お世辞というかこう会話の流れだったのかにもよると思うよ私は。確かにね、決められない、むずいな。みげちゃんどうですか。私じゃあ指令、はい、願います。よっちかずさんはしれっと出撃せよ。しれっと、はい、しれっと。そうですね、これからずっとコンタクトにするとかはちょっとさすがに勇気がいると思うので、うん、なんかちょっとこう、あ目疲れたみたいな感じでメガネを外してる時間を設けてみるとかで、であこんな感じなんですよ俺コンタクトになるとみたいな感じをちょっと印象付けといて、その女の子の反応を見たらいいんじゃないですか。あーなるほどね、わかんないですけど外してたら反応見えないあ、なるほど、スポーツを始めてコンタクトにするとか理由をつける、ちょっとメガネ走ってるとずれちゃうから最近コンタクトにしたんですよとか。はあ、いいかもね。 あと今マスクもしてるからさ、ちょっとマスク曇っちゃうんで、あ確かに一回コンタクトにしてみたんですみたいな言い訳をしながら、あいいね、あいいんじゃない。で微妙だったか、あなるほどぐらいで、何もそれに対するリアクションがなかったり、あそれ便利ですよねとか見た目に関することがなかったら、スッとメガネに戻してもいいかもしれない。確かに、この言われた先日っていうのがさ、いつなのか分かんないけど、うん、ちょっと期間空けてからやった方がいいかも。あすぐやるとその子に言われたから変えましたみたいなさね、出過ぎちゃうよね。言った女の子もえなんか見返りを求めてるのかなみたいなマジかってそう俺言うこと聞いたけどみたいないやなんかちょっとしれっとやっていただけるといいかなと思います、はい、しれっとが大事、はい、お願いします。はい、じゃあ続きまして参りましょう、はい、ラジオネーム丸まったヨガマットさんからです。はい、ありがとうございます。私は
お気に入りのアニメなどがあるとついつい紙ポスターを買ってしまい、家にはたくさんのポスターが貼ってあります。ですが布ポスターは学生の私からすると少し高いなと思い、いつも足踏みしてしまっていて、まだ買えていません。今回アサルトリリーのめちゃくちゃ可愛い布ポスターが全6種類発売されるということで、布ポスターデビューしようか迷っています。おこれは出撃した方がいいのでしょうか、それとも待機すべきでしょうか、指令お願いします。このポスターってあれだよね、なんか全員集合っぽい感じのやつが6種類のやつ、エモいやつですね。グローイングとか、うんうん、あのそういうみんなで集まってる可愛い系のやつですね。でちなみに出撃の場合は布ポスター、はい、待機の場合は紙ポスター現状維持っていう感じですけど、はい、これはもういけますよ。じゃあかりんちゃんにお願いしてもいいですか。はい、丸まったヨガマットさん出撃せよ。頑張れ頑張れ。いやまだねお若い方なので、はい、確かにねちょっとお財布は辛いことになるけど、ね、けどでもやっぱさ長い目で見たら髪は破れちゃったりとか画鋲の跡がついちゃったりするけど、布はね、そうだね、そうだ、それこそ例えばちょっとこうさお嫁に行くときにこうしまっておいて、あこう女性の方なんですけどね、例えばちょっとこうそこまでしまっとくの、だ、違う、飾っててちょっとこうしまって、またそう何十年後とかにパッて開いて、あ懐かしいアサルトリリー応援してたなみたいなとかなるかもしれないしね。なるほどね、そうだね、うん、なんか布の方がいろいろ使い道も増えるよね。あの普通の紙ポスターはさ貼るというのに最も適してるけど、うん、布だったらなんかこうなんかにかけといてもいいし、あ確かに、なんかソファーとかにさ かけてる人とかもたまにいるじゃん、壁に貼ったりもできるし、なんかのれんみたいのも使えそうじゃない、花とか、ね、確かにね、ちょっと使い勝手良さそうなので、うん、はい、ぜひぜひ長い目で見ればお得、はい、っていうことですね。なのでお財布状況に合わせて、はい、もし行けたらね、はい、布も試してみてください。お願いします。では続いてラジオネームメギルズ07さんからいただきました、うん、ありがとうございます。ラジオ初投稿です。おー、多いね、ありがとうございます。自分にはどんなコンテンツでも進めれば一緒に楽しんでくれる学生時代からの友人がいます。いいね、昨年9月お互いに全く知らなかったアサルトリリーの舞台を、これなんか面白そうだし見に行かないと誘って一緒に見に行きました。そこから2人でがっつりアサルトリリーにドハマりし、今ではラスバレで友人が隊長、自分が副隊長で毎日一緒に任務をこなしています。うーん、さて現在私には恋人がいるのですが、友人に教えていません。今まで恋人がいたことがなく、友人に言うタイミングが分かりません。友人とは一緒に遊ぶだけでなく、いろいろなことを話してきました。そんな友人に私に恋人がいることを伝えるべきでしょうか、それとも言わない方がいいでしょうか、指令願います。ちょっと顔が熱くなってきました。なんか、ね、どうしたの、春だからなのか、最近みんな色恋の話してくる春だからなの、アサルトリリーコンとかそうだよ、いやすごい私、なるほど、わあこれはなんだこれどう思うかりんちゃんこれおい、でもさ言わなくてさバレた時にさ、なんで俺たち親友だろっていうことならん、でもさ、まあ、バレるって言ってもさ別にさ、うん、友達だからさ、なんか言ってなくて罪ってことはないよね。まあでもなんか、え、なんで言わんかった、いやーむずならない、言う、まあそっか、でも言うタイミングなかったからさみたいな感じになるのかな、かな、だって 今まで言うタイミングなかったのに急に言うっていうことはさ、なんかまた変な空気になりそうじゃない、わかんないけど、確かにだからそういう空気にならない関係だったらすでにもう言えてたんじゃない、あだからなんかちょっと、ね、この例えば一緒にさ毎日さこう遊んでたのにさ、うん、でもお相手がいるならちょっと誘わないでおこうかなとかなるのが怖いみたいな、あちょっとそういうのが無意識に蓄積して言わないっていう判断をこの人は下してたんじゃない、なるほどっていう気もする。今さもしさ、うん、その恋人がいることによって、うん、なんかその友達との遊ぶ機会とかが減ってるとか、うん、そういうことがないなら別に言わなくてもいいのかね、うわむずいななんかほらちょっと今日は彼女とデートだから友達誘われてるけどラスバレ一緒にできんみたいなこととかがあったならばさ、うん、なんで最近どうしたのかなって友達は思うよ。確かにそこそういうのがあったらもうさ彼女実はできてな、だからちょっとあの、うん、あれなんだ
でしょ、あ逆にその方があるんだよねみたいな、俺嫌われたわけじゃないんだ、そうそうそう、安心できるか、なんか俺避けられてるって友人思う、二人のこの友情を左右するこんなメールをこのコーナーに送ってくるもう悩ましいですが、ミキちゃん指令願いますか、はい、じゃあ行きます、はい、メギルズ073出撃せよ、はい、言っちゃった、出撃言って、はい、ここの場でね、はい、このメールを読んだことも何かのご縁だと思うので、きっとこのアサルトディディを一緒に応援してくださってるってことはラジオガーデンの存在もお互い知っているであろうので、俺さちょっと確かに今回の回でメール呼ばれたんだよ、どれだと思うみたいな感じとか、なんか例えばなんかそういうなんかこの番組をきっかけにちょっと言ってもらうとか、そうだねそれいいね、わかんないけどなんかそれなら言えそう、うん、ライトな感じでとか、ちょっとそれも全部この今電波に乗せちゃってるんであれですけど筒抜けで申し訳ないですけど作戦がいやきっと今までさ、その実はお付き合いしてる時も良好にさ、うん、この2人で一緒にレギュンを組んだりとか、うん、一緒にオタ活してたってことは、うん、影響がなかったわけじゃない、多分確かに友情関係にもね、うん、時間が取れないとかなかったってことは、うん、きっとその事実を伝えたからといって、うん、何か変わるわけじゃないよってこうお互い安心してそうだ、ね、いただけるといいんじゃないでしょうか、もしかしたら向こうもいや実は俺もさって言うかもしれんしねそれもいいですね、はい、わかりませんからね、いやちょっとすごい真面目な相談でしたじゃあこれも事後報告をお待ちしております、事後報告、はい、はい、お願いします、はい、では今後もどんどん指令を出していきますので、迷っていることがある人はメールしてください、以上出撃オア待機指令願いますでした、アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、ラジオガーデンオーバーフロー、あっという間にお別れの時間となってしまいました、番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください、番組では私たちへのメッセージや各コーナーへのメールなど皆さんからのお便りをお待ちしております、うん、響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね、そしてゲストさんのお知らせです、来週4月26日更新のラジオガーデンには丹波あかり役の新藤あまねちゃんが来てくれます、楽しみですね、はい、はい。ここでアサルトリリーからのお知らせです、テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが好評発売中です、第4巻は4月28日水曜日に発売となります、第4巻も豪華仕様で特典が盛りだくさんですよ、通常特典ではキャラクターデザインの細井美恵子先生による書き下ろし特製収納ボックスや特製ブックレット、特典映像としてテレビアニメ10話以降のエーデルリーリーへノンクレジットエンディング映像、特典 CD としてアサルトリリーブーケ劇中 BGM 君の手を離さないブーケバージョンを収録しております、初回生産限定特典ではキャラクター原案の八重樫南先生の書き下ろしイラストにキャストの複製サインを入れた特製色紙やバイスシュバルツ特製 PR カード、アサルトリリーラストパレットで使用できるゲーム内シリアルコード、そしてさらに2022年1月開催予定の舞台アサルトリリーの千秋楽を除く全日程の最速先行申し込み券が封入されます、まだ予約していない方はぜひご予約お願いします、続いてアサルトリリー舞台作品のブルーレイの発売日が5月26日水曜日に決定しました、こちらのブルーレイには昨年1月に上演されたアサルトリリーリーグオブガーデンズと、昨年9月に上演されたアサルトリリーザ・フェイトフルギフトを収録しております、またここでしか見られないインタビュー映像やカーテンコール集なども収録、伝説のコールカーテンが楽しみですねこれは、はい、舞台当日の魅力を余すことなく楽しめる充実の内容となっております、うん、さらに付属の CD には舞台を彩った BGM と楽曲たちが収録され、その世界観を存分に味わうことができます、商品の詳細はホームページをご確認ください、そして現在アプリゲームアサルトリリーラストバレットにてシナリオイベントアーセナルジェラシーが開催中です、またまた集まった楓、フミ、ミリアムの3人に新たな試練がということで、ぜひねメモリアもゲットして可愛さを堪能していただければと思いますよ、はい、お願いします、はい、
3人のね新メモリーがピックアップされているイベントガチャも開催中ですので、ぜひプレイしてください。はい、さらにラスバレは4月15日よりバージョン 2.0 がリリースされました、うん、今回のアップデートではサポートユニット機能やレジェンダリーチャームが実装され、戦力の強化ができるようになりましたよ。レジェンダリーチャームグラムは今後実装される新キャラクター天野空葉の獲得に必要となるそうですので、こちらもぜひチェックしてみてください。さらにさらにバージョン 2.0 のリリースを記念したログインボーナスやミッションも開催中。星5メモリア確定ガチャチケット最大3枚やマギジュエル最大3000個、11連ガチャチケットなどのアイテムがもらえるチャンスですので、お見逃しなく。そしてテレビアニメアサルトリリーブーケの場面写を使用したオリジナルブロマイドが絶賛発売中です。全国のローソン店内に設置されているマルチコピー機サービスローソンプリントにて5月30日日曜日までお買い求めいただけます。まだ手に入れていない方はぜひ手に入れてアニメの思い出を振り返ってください。続いてカプセルトイ情報です。本日4月19日よりアサルトリリーラストバレットカプセル缶バッジが順次登場します。缶バッジは全19種とシークレット1種。シークレットの内容についてはもうして引き当てて確認してください。ということでこちらはカプセルトイ商品となっておりますので、街で見かけた方はぜひぜひツイートをお願いします。はい、1回200円なのでガンガン回してください。うちらも頑張ってます。はい、まず探さなきゃ。そうだね、どこにあるか。まずガチャガチャを探して、はい、見つけたらぜひ我々にも教えてください、はい、お願いします。最後に響きラジオステーションでは番組のアーカイブを1週間無料で聞くことができます。会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、この番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ。また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送を含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで、なんか今日はすごい衝撃的な内容がいっぱいあって、もう何が起こったかわからん、うん、なんか最近すごいね、このアサルトリリーというさ、うん、コンテンツがこうなんだろう、時間とともにどんどんこう大きくなったり、いろんな皆さんの人生に関わってるんだなっていうことを実感するよね。本当だね、うん、ありがたいですね。これからも応援よろしくお願いします。もちろんささやかなメールもね全然送っていただいて大丈夫なので、ふつおたというね、はい、うん、はい、お待ちしております。ということで皆さん来週もこのガーデンでお会いしましょう。お相手は楓役の伊沢美香子とミリアム役の高橋かりんでした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが毎月連続リリース、いろんな特典がたくさん。さあクライマックスへの準備はいい？始まるよ。リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してヒルジを倒そう。アサルトリリーラストバレット好評配信中。